僕は、腐ってもグローリーの K1 でチャンピオンになった男ですからね、僕に打撃は聞かせられませんよ。僕のすねってめちゃくちゃ硬くて、僕がカットするとみんな嫌がって、ロー蹴ってこなくなるんですよね。だから高橋選手にカフ蹴られたとしても、ブロックして自爆したろって指さして、緊急してきたなって高橋選手が言ってきたんで、僕にはカフ聞かないよって言いました。<laughs>